久しぶりだな。久しぶりにちょっと遠くまで足を伸ばしてみました。水が綺麗すぎるな。水が綺麗すぎるけど、なんか入ればなと、そんな感じなんですけど、バムツの治療か。よいしょ、狭いとこやってみよう。狭いところを気足を入れて、お、せっかくだからちょっと見てみよう。綺麗な川口ですわ。まだちっちゃいけ分かりづらいけど、もうちょっと大きいの入ったら写真撮ろう。こういうところはもう無条件で大好きなんでやってみよう。うまい人。これ何のヤコかな。かわいっすわ。よいしょ、もうちょっと大きいのおらんかな。老眼でもバッチリ分かるやつがね。最近は老眼に加えて乱視も入り出したんで、にじんでぼやけて、とってもね厳しい。コーニヤンマのヤゴだと思う。違うかな、多分。まあちょっと浅すぎるんで、あまり大きい魚おるような感じがしないんで、ちょっと移動しようか。綺麗でしょ。綺麗ですわ。こういったガサガサをするのは本当に久しぶりなので、すごい新鮮です。これでなんか入ったらね嬉しいんだけどな。そうは簡単にかまな。苔が生えてますわ。あまりポイントいうポイントはもうちょっと渓流みたいになってるんで、ガサガサ向きではないんですけど、まあちょっと久々にやるとしたらこういうところに来たくて来てしまいました。まあまあの吉野ボイザー、ちょっと見てみよう。川吉のぼりのメスっぽいな。うん、5センチぐらいあるかな。第一背びれがとんぎてないんだよね、丸いので。川吉のぼりのメスです。こういう綺麗なとこで見たらやっぱり綺麗よな。なんかわーっていうようなところが、下見も何もせずに来たので、まあ当然ちゃ当然なんですけども、下見というか
とにかく車が止めれるところ止めれるところを優先的に、移動してますんで、ポイントがどうとかそういうのはもう二の次です。ちょっとええ感じのええ感じのこういうところはもう無条件にやっぱりね、どんなに小さかろうがやりたいんですよね。立派なクレソン。クレソンだらけじゃな。クレソンとセリと。この辺なんか美味しそうだな。この草の下をやってみましょう。あ、ここではA サイズが、A サイズのドンコが取れましたけど、出ていいか。かわいそう。卵は持ってないけど押すかな。いやもう産卵終わっとるかな。このサイズだったらもうバンバン卵っていうか繁殖するんで。あれこれこんなもるわ。何のヤゴだろう。よっこいしょ。あら石が入った。あ、石となんか魚が入ったぞ。ブルーギルか思ったら、あ、親にらみじゃ。久しぶりに見るわ。綺麗っすわ。写真撮ろう。逃げられんとこでやらにゃな。よいしょ。よっこいしょ。すごい。弱るな。あんまりやるいじるたら。はい、ありがとう。ありがとうございました。やっぱりこういうとこにはおるんじゃな。もうなんか今の親にらみ一匹で十分な気もするんですけど、上出来なんで。お、これでっけえな。これヨシノボリ？これはでかいぞ。これはでかい。
大吉登りじゃねえよな。川吉登りっぽいけど、でけえなこれ。ちょっと写真撮ろう。これはすごいぞ。これカジカかなと思ったけど、でもこのでかいのはこれぐらい多いんかな。6センチ。じっとしてくれ。1,2,3,4,5 6センチあるな、やっぱり。こんなんでこうなるんか。これで、まあおそらくメスだと思うんですけど、第一背びれがね、ちょっと見えんので、これでけえなぁ。これはすごいぞ。なんかかっこええなぁ。写真撮ろう。ちょっと感動するぐらい大きい。こんなにでかいの撮ったの俺、初めてかもしれんな、吉登りで。ちょっと、イライクチャしてごめんな。勘弁してくれよ。いやー、第一背びれちょっと見てみてえな。すごい嬉しいです。6センチ、体長6センチ。いいのが取れた。ちょっと一番の方がいいじゃん。ありがとう。まあまあの、あ、でもこれ、尾びれが、なんか、ないわ。切れとる。壊れたんかな。すごいけどな。元気はいいです。尾びれないけどな。尾びれ、こう、尻びれっていうか、たくましく、生きてください。じゃあ、よし、おお、よし、ありがとう。帰ろう言いながら帰りよんですけどね、帰りながら網入れてるんですけど、入ったらやっぱり止まりますよね、動きが。面白いな。気になるところがいっぱいあるんだけどな。